トシ君、花ちゃん、こんにちは。こんにちは。第27回の放送聞きました。うん。トシ君、かっこよすぎじゃないですか。おいおい、よせよ。歌、歌、最高でした。ありがとう。自分にはずっと好きな人がいましたが、この春から別々の高校になってしまいます。しかし、トシ君に勇気をもらったので、このホワイトデー、ホワイトデーに書いてるんですね。ありがとうございます。何かしら心を込めてプレゼントしてみたいと思います。どうなったのかな、どうなったんだろう。そんな勇気をもらえるデュララジは最高のラジオでした。今までたくさんの笑顔をくれてありがとうございました。いつも楽しいお二人が大好きです。だから今回で終わってしまうなんて悲しすぎです。なので僕はアニメの第2期とラジオの続編を強く希望して、またお二人のラジオが聞けることを楽しみにしていますと。そうですね、なんか本当感無量ですね。なんか皆さんなんか最高だと言っていただけてありがとうなんて、こちらこそありがとうですよ、ね。でも花を聞いて勇気が出たって、うん、なんか嬉しいね。うん、本当に素敵なことじゃないですか。作った甲斐がありました、本当に、ね。どんな思い出ですか。え、どんな思い出ですか。どんな思い出作ったの。花、ああ、どんな考えというかどんな気持ちで作ったかっていうことね。花ちゃんの目が泳ぎ出したぞ。え、そりゃだってもちろん花ちゃんのことを考えて作ったのはもうもちろん当たり前だし、花ちゃん目見て、花ちゃん。お花ちゃんがね、前髪を一生懸命おでこにツッツッツッってなすりつけてる。ツッ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 ってなすりつけてる。そんな花ちゃんのことを考えて作ってましたよ、ずっと。ありがとう。花作ってる時は花ちゃんのことしか頭なかったね。むせちゃった。私、お、うん、今すっごいドキドキしてんの。うん、私の胸の音聞いてみて。言わされてますよね。あのなさん、ん、あんじゃなくて言わされてましたよね、今。私は、トシ君の笑顔を見てるだけで胸がいっぱい痛い。だから言わされてますよね。言わされてんだろ。違うんだよ。何、ラジオネーム、おいでよけだものの森さんからの。どんな森だよ。そこがツッコミてよ、まず。うん、うん、からいただいたお便りだったの。そうなの、うん、参考にしてみてくださいっていうお便りだったの。おうおう、どんなお便りだったんですか。うん、なんかね、花ちゃんがとしくんをキュンキュンさせる言葉を考えてみましたって。おうおうおう、さっきね、うん、今私すっごくドキドキしてるの、うん、ねえ胸の音を聞いてみるみたいな。おうおう。私はトシ君の笑顔を見てるだけで胸がいっぱいだよ、うん、と書いてあります。はい。だから言ってる時に負けちゃってるから、花ちゃんが。もう心折れちゃってんだもん、うん、折れてる状態で言ってたから。だからだよ、うん、だから俺がキュンキュンする前に言わされてますよねってなっちゃったんでしょ。私の力不足でした。反省しないで、今反省しないで、すいませんでした。今反省しないで、花ちゃん、今反省して、あとで二人で反省しようね。いいけど。なんだそれ。いや、なんなのね、トシ君、どこから浮かんでくんの、そういう言葉は。いや、なんかすごいと思うんだけど。別に、そんな、そんなこと、だって、本当に思ってるから。撃沈。誰か鎮静剤を。なんでパニックっちゃって。あ、そうなの。いや、いや、ありがとうございます。